こんにちは、プロトリフチャンネルです。かわいい花ですね。つぶつぶっとしていて、これエリカの仲間のメランセラというタイプの植物です。エリカですから非常に丈夫、寒さにも強いということです。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料をやってやる。そうするとどんどんと大きくなります。ただし大きくなると言っても、このまま育ててしまうと上は茂ってくるんですが、下の方の葉っぱなくなってしまうので、花が終わったら高さに対して半分ぐらいの場所で切っておく。そうすると全体が新しい新芽がもこもこと出てきていて、下の方の葉っぱが少なくなることがありません。そしてエリカですからツツジの仲間なので、春先になったらツツジということは酸性の土壌の土で植え替えてやると、どんどんと根も張って株も形よい姿になるので、ぜひ春花が終わって暖かくなったら新しい鉢に植え替えをしてください。